やっと家が形になってきたよ。2階部分も作っているんだね。まあスペースはたくさんある方がいいかなって。一時的に村人が来た時は結構増えるスピードが速かったもんな。じゃあ村人だらけになってもおかしくないのか。そのうち拠点を奪われてしまうのでは。マイハウス奪われてしまうのか。業務の渾身の力作が村人たちに。そういえばあの家も私が作ったんだったね。忘れていたのかよ。アイアンゴーレムトラップ作ってるなう。てかどの辺にトラップ作るんだ。さっきのサトウキビ自動回収機の目の前に作ろうとしているよ。なるほどな。ゴーレムトラップってサイズが大きいから設置する場所あるのかと思ったぜ。ああ、なるほどね。マリサはネザークォーツ集め終わったの。建築の枠の部分だけクォーツにしようと思ってる。だから必要数が下がっておそらく足りると思うぜ。サトウキビ自動回収機も作ってアイアンゴーレムトラップも作ったら、だいぶ拠点の利便性が上がるのでは。でも両方とも村人ありきなのが辛い。なんかアイアンゴーレムトラップはトラップの一部に村人を入れないといけないみたいです。アイアンゴーレムが枠条件に村人が必要だからだろうな。まあ村人がいない間はマリサをそこに入れとけばいいかな。私を入れてもアイアンゴーレムは湧かないぞ。とりあえず家の枠組みはできたってところか。ガラスとか使えば見栄えは良くなるか。さっき私が使っていたガラスが何個か余ってるよ。本当か、どこにあるんだそれ。確か拠点のチェストの中に入っていたわず。お。じゃあありがたく使わせていただくぜ。ベッドも大量に必要らしいですわ。つまり羊毛がたくさん必要ですね。羊の牧場はちょっと前からあったけど羊毛を回収するの完全に忘れてた。作っただけで満足していたな。てかそもそもこの羊とかって何のために集めていたんだっけ。あれじゃない、前の村人たちのベッドを作るために集めたんじゃなかった。あ、そういえばそうでした。この羊たちも村人関連なのか。2階部分の入り口を製作中でございます。入り口作ったらもう完成なんじゃない。あと細かいところ修正したらほぼ完成だな。スーパー原木ハウスの完成ですな。めちゃくちゃダサい名前を付けられた。でもそれくらいの原木の量使っているからな。拠点もだいぶ進化してきたね。なんだかんだでパート35だからな。もうこのマインクラフトシリーズも長く続いてますね。そろそろ最終回も視野に入れ始めた方がいいのかな。このシリーズの最終回か。何をやるか。3人でどでかい建築物を作っちゃおうの会をするか。どでかい建築物とは。お城とかは。めっちゃ建築センスが必要そうだな。やり残していることはまだ全然あるので、そこら辺に関してはゆっくり考えていきますか。ちなみにやり残していることって現時点で何があるんだ。まずは海底神殿じゃない。ああ、そのためにエンドラを討伐したと言っても過言じゃないからね。そして森の洋館、ネザー要塞のリベンジ、ウィザー討伐。ウィザーも討伐する予定なのか。この前のネザー要塞でウィザースケルトンの頭2つ落ちているんでね。せっかくだったらこれはもう、倒しちゃおうって感じです。ビーコンとかもやってみたいしね。でもこう見るとこの実況はまだ続きそうですな。全然最終回近くなかったかもな。丸石をメインの素材にしたら思ったより足りなくて困惑しているところです。丸石なんか倉庫にいっぱいありそうだけどね。って思うじゃん、全然倉庫にないんだよ。普通は丸石とかってそこまで不足しないけどな。ブランチマイニングとか全くやってなかったからかもしれないね。とりあえず作れる分のベッドは設置したいと思います。お、じゃあついに完成ってことか。そうだね、入り口もできたし屋根もつけたから完成でいいんじゃないかな。おお、これが村人ハウスか。原木使いすぎとか言われてたけどなんだかんだバランス保たれている建物になったな。一周回って紙建築に見えてきました。急に建物の評価が上がりだした。これで業務は暇になっちゃったじゃない。無職になってしまった。なんか他にやることないのか。あ、じゃあ丸石取ってきてよ。お礼は何ですか。お礼とか求めてくる。協力プレイでしょ、こういうのって。表面上は協力プレイだが、実は個人戦だったり。そうなの。実際やることないから集めてあげるよ。やったー、業務には後でペロペロキャンディーあげる。なんか逆にバカにされている気分。ねるねるねるねっていう選択肢もあるけど。それならねるねるねるねにします。なんだこの低レベルな会話は。じゃあ私も丸石集めて下ってやろうかな。え、マリサも終わったの。オウムの家は完成したぜ。倉庫の増築は。なんかチェストの移動が面倒になったぜ。ついに面倒という究極の言い訳を使ってしまったマリサである。丸石何個か集めてきたよ。ありがとう、これは助かる。ほい、ここに投げておくね。オーケー。じゃあ私はここら辺の整地をするから。え、また何か作るつもりなのか。いや、この辺も歩きにくいなと思ったから綺麗にしようかなと思って。あ、まだその辺もデコボコしているもんね。また建築することになったらその整地したスペースも使えるしな。やべえ、業務からもらった丸石が恐ろしいスピードでなくなっていく。え、私はもう整地業に専念しているからもう丸石は取りに行かないよ。いつの間にか転職していらっしゃった。はい、じゃあ私からのプレゼントだ。え、プレゼントってなんだろう。現金かな、金。そんなわけねえだろ。丸石だよ。あ、なんだ、丸石か。うん、
いらないなら私が使うがいいのか。いやいや、いります。必要です。ありがとうございます。素直にありがとうと言えばいいものを。拠点周りが聖地マスターのおかげで綺麗になってる。用務は聖地マスターの称号を手に入れた。そのうち山一個なくすくらい聖地しそうだな。軽々と聖地マスターの称号を名乗るんじゃなかった。やばい。倉庫の形が意味わからなくなった。増築手こずってますか？なんか完成したオウムの家と合体させてみたんだけど、完成形が行方不明になっているぜ。一応、アイアンゴーレムトラップの現状できる部分は完成した。お？なんかあっさり完成したね。村人をトラップに取り込むところがトラップ制作の山場なんだと思ってる。なるほど。他の部分だけ作るだけだったら簡単というわけだな。拠点の敷地を拡大したからスケルトントラップも近くなったような気がする。実際の距離は変わってないけどな。そこ近いのか遠いのか微妙な距離だよね。歩いていくには遠いしトロッコで行くには近すぎるっていう。うん、どうしたんだ霊夢。ちょっとマリサパイセンの神建築を拝見しに来ました。無駄にハードルを上げてくるなこいつ。お。こっちが自慢のオウムの家ですか。でも冗談抜きで内装がいい感じだと思う。ダークオークの木材が高級感を醸し出していて、建物自体に品がある雰囲気にはなったっていう。オウムの家にしては豪華すぎるな。私が住んだ方がいいんじゃない？いや普通にダメだけど。聖地も終わって本当にやることがなくなってしまった。じゃあ一緒にネザー要塞を見つけに行こうよ。え、このタイミングで。だって早く村人呼びたいじゃん。マリサも一緒に来る？いや、私は増築をやっているから二人で見つけてきてくれ。よっしゃ、任せんしゃい。用務は準備できた。今ネザーゲートに向かっている。オーケー、先に行ってるわよ。まさかネザー要塞を探すことになるとは。このネザー要塞が攻略できていないモヤモヤは早く解消したくない。確かにね、ちょっと気合い入れて探しますか。行ったことない方向を探した方がいいよね。もうどの方向を探してないのか忘れちゃったけど。確かこっちは前のネザー要塞があった方向かな。どこかで方向転換してみ探索の場所に行く。そうしましょうか。お前ら気をつけろよ。二人とも結構いい装備なんだから。マグマダイブなんかしたらかなりの痛手だぞ。大丈夫だって、前回あれだけダイブしたらさすがに警戒するからね。敵もこの装備だったらおならみたいなもんだからね。弓とかもかなり強いからね。ガストなんか余裕のよっちゃんですよ。大丈夫か。お前が余裕であればあるほど心配になってくるぞ。ナイスヨウム。やってやりましたよ。どうしようかな、どっちに行ったらいいだろう。陸地が続いている方に進めばいいんじゃない。じゃあこっちかな。この辺はソウルサンドのバイオームだから要塞は生成されなさそう。普通のネザー荒野みたいなバイオームだね。意外とないんだよねー。ちょっとこの辺から掘って違うバイオームを掘り当てますか。横だとスペースが少なすぎるから、縦に伸ばしていくか。そっちはそっちで大変そう。どうやったら機能性を上げられるのか試行錯誤しているところだぜ。どうせ拡張するんだったらもう困らないくらいのキャパを確保したいし。せっかく拡張するならね。なかなか開けているところに出ないね。そこそこの距離掘っているんだけどな。まあでなくてもこの超効率のダイヤツルハシで無理やり出してやりますよ。掘りすぎて床がポコポコ開いているけど。あ、後方のヨウムさんそれ埋めといてください。了解でございます。は。霊夢。ねえなんか落ちたんですけど。だから言ったじゃねえかよ。警戒しろって。こんなところに落とし穴が。これは危なすぎるし気づかない？うわ？全然気づかなかった。もう私が注意した段階でフラグが立っていたのかもな。これは効率が良すぎたツールが悪いってことにしよう。それはなかなかに無理がある。霊夢に連れられてネザーに来たのに要塞に取り残された私はどうすればいいですか？申し訳ないんですが頑張って戻ってきてください。要塞どころか最悪の結果になってるな。ああ。最近うまくいってたのにな。一番何も起きなさそうな建築界で爪痕を残せてよかったじゃないか。これは不名誉すぎるでしょ。この前のネザーも合わせたら。3回目か、マグマダイブするの。おかしいですね、マグマが私を呼んで。いや、私がマグマを呼んでいるのか。だとしたら霊夢おっかない。いずれ巻き込まれそうだ。あんたたちもマグマの海に引きずり込んでいくよ。それは完璧に敵の立場のやつの発言だろ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やウプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。
よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。